家塾の久保です。どうもこんばんは、お元気ですか。今回はですね、ブラックというね、まあ、金融ブラックというのがありますよね。カードも作れないしローンも組めないみたいなね。でカードブラックじゃない、金融ブラックでも、まあ、お金がね借りれるっていう方法が結構あるんで、たまにお寄せいただくんですけども、今回もですねブラックなのに無利子で65万円借りたというね、そういうふうなことが報告されてますので、ここでシェアしたいと思います。まあ、当然ですけども、例のね感染症に伴う経済対策、こちらの方を利用するわけなんですけども、まあ、10万円の給付ってのありましたよね。でも10万円じゃ本当に足りないですよね。10万円、もちろんないよりあった方がいいんですけども、全然足りないと思います。まあ、ですんでね、まあ、できる限りの融資でその場をしのごうとしたら、まあ、できたということなんですよね。まずは緊急小口融資っていうのを特例貸付で20万円無利子、据え置き措置が1年間で償還期限が2年間というね、とてもね柔らかい借金になってます。それでこちらの方を借りたそうです。それから総合支援資金っていうのはね、これ特例貸付がありました。上限額が単身で45万、複数人世帯で60万ということなんで、こちらの方もね狙って、無利子で、それから据え置き期間が1年、そして償還が10年ですから、これはかなりね、楽ちんで、借りれるということで、両方合わせて65万をね借りたという話だったんですよ。これね、複数世帯でしたら、複数人世帯でしたら60万ですから、合計で80万借りれたんだなと思いますよね。皆さんも参考にしていただきたいと思うんですけども、こちらの2つの融資で65万を借りることができたということなんですよ。申し込みは一度に同じところでできますし、この方の時はね申し込み時に、簡単な面談があったそうなんですけども、まあ、今は書類だけで面談がないそうですね。だから今は書類を送ればそのまま振り込みってことになると思います。でインターネットとかを見るとブラックは無理って書かれているところもあるんですけども、もともと社会福祉協議会っていうのはそういった金融ブラックの方も対応しているところですんでね、ですんで、まあ、自治体によって違うのかもしれませんけども、試しに行ってみることをお勧めしますね。で融資なんで返済する必要はあるんですけども、もちろんね返す途中に生活苦になってしまったらまた別に相談ができるということもありますので、例えば住民税非課税世帯は返済が免除されるみたいなこともありますんでね、いろいろと使っていけるのかなと思います。今回はですね本当に資金に行き詰まってローンも組めないし、本当多重債務になっちゃったけども、でも65万借りれるという方法でした。もう一回申し上げますよ。一つはですね、緊急小口資金特例貸付です。社会福祉協会の方に行かれてください。そして同じ場所でこれも申し込めます。総合支援資金ですね。こちらは単身で暮らしている方は45万。それから複数人世帯。例えばね、2人だとか3人とか、奥さんがいたりとかお子さんがいたりする場合は、これは60万ということでございますので、金融状況に関係なく借りれますんでね、ぜひお申し込みの方をしてみたらどうかなと思います。今は面接がないそうなんで、書類だけだそうです。それでは本日は以上です。